編集チャンネル。はい、ヤンドです。ヤンドです。はい、待って。ハローダメージ、ガーキガキガキ。今年若手に注意した内容を、カモンさんがランキング形式で発表してるんですけど、ちょっと9位からどういう意味か聞いていっていいですか？はいはいはい。第9位、うん。すごいのは俺であってお前じゃない。うん、お前、ま、若手に言ったのお前。すごいのは俺だよ、つって。生きんなよと、要は。別に俺はリスペクトだったりとか丁重に扱われるから、ただ謙虚にしてるだけで器がでかい人みたいな、まあ要はイージーモードなわけよ、人格肯定っていう意味に関してはね。これ確か俺ね、梅林かなんかに言ったのかな。俺と普段一緒に行動してると、俺のさ影が常にさ裏にあるから、俺と同じように接しられがちじゃん、一緒って。若手の時からそういう扱われ方をしてると、大きく勘違いするやつが過去結構いたのよ。秘書だけじゃなくてね、みんなと女子。いや、その話はしてない。私も港区女子はまた別の意味でそういうのあるかもしれないけど、うん、だから勘違いしたら秒速で嫌われちゃうからねっていう。向こうも株元の顔色伺って梅林に丁重に接してるけど、梅林が「あいっすよそれ」とか言ったら「ありがとうございます」って言いながら、「こいつただの秘書のくせに」って思われちゃうからそこは気をつけようねっていう話。はい、うん、カモトの影をちらつかせてるわけでしょ他の人から見たら勘違いしそうにはなりますよね、うん、なので僕も注意してます。どんな感じで敬語を。話つまんないな本当に芸人になりたかったのかお前。ネタ系なんで第8位、報告頻度が少ない。これあのフリーランスだけじゃなくて会社にあるあるなんだけど、ちゃんとやってることが大前提なんだけど、進捗を毎日やれとは言わないけど、定期的にやってちゃんとやってるんだよっていう感じをしっかりと認知させないと、クライアントさんとか上司とかの定性評価は落ちるよと。1ヶ月まるまる連絡なくて、はいできましたって言われても、週1とか3日に1回進捗報告してる人と比べて満足度はちょっと低かったりするね、同じ成果物だとしてもね。なんかね、岩野くんが前言ってたのかな、コミュニケーションの頻度が1週間で20往復したクライアントは継続率が高いみたいなデータがどっかのコンサル会社で出てたらしくて、それはうちでも参考になるなと思って、特に報告頻度が少ない人に週次で最低でも送ってくださいっていう注意をしましたね。わかる、うん、俺はもう義務化してるよ、週に2回、うん、水曜日と土曜日に必ず今の現状と課題感みたいなのを報告するようにっていうのを全員に伝えてて、うん、上がってこなかったら上がってこないよっていうのを言ってるし、うん、上がってこないのが続く人はどちらかというと俺は外していくようにしている、うんうん、報告受けないと不安だし、こっちから全員に進捗確認するとかいう手間はそんなにかけさせてほしくないし、うん、っていうのはあるかな、うん。7位、普通のことを普通にやってたら終わるけど。マーケティングの仕事って変数をなるべく減らして、最後センスのところで上乗せして相手に勝つみたいな、だから当たり前のことは当たり前にやるのが大前提みたいな。ウェブのマーケで言うと、サイトの集客数がちゃんとあって、サイトのなんかデザインがちゃんとしてて問い合わせしやすくて、ここまでは全員がやると。あと1個センスで上乗せするのは、そのサイトをどんなブランドにしていくかとか、どういう差別化を図るかみたいなのが最後乗っかってくるみたいな、そういう感覚だから、その最後のところで差別化をしなきゃいけないから、それ未満の誰でもやんなきゃいけないところの部分が仕事としては結構ボリュームが大きいから、そこをやってるだけで自分仕事してるって思ってると、他もみんなやってることだから競争には勝てないから、そのまま終わっていくよと。ここまで当たり前で絶対やんなきゃいけないことで、それプラスアルファどういう付加価値とか差別化をするっていうところに一番頭を使わなきゃいけないんだよっていう注意は、この1年結構いろんな人にした気がしますよね。 SEO 対策の案件を受けたとしても、集客するのは当たり前だから、コンテンツ入れました、SEO でこう流入がいっぱいあります、ここで終了だとうちじゃなくてもできるから、でうちがやるってなったらそれプラスアルファどういう付加価値つけんのっていうところに一番頭使おうっていう、うん、そういう注意です。どうですか山さん、うん、グサグサきますね僕は、なんか汗かいてきましたどうなんだろうね、普通のことを普通にやれるだけで俺は価値あると思うんだけどね、うん、それができない人が世の中大半だから、みんなうまくいってないわけじゃん、うん、当たり前のことが当たり前にやれりゃ当たり前の結果が返ってくるっていうのがまず大前提としてあって、うんうん、そこまで達してない人が多いなっていう気はする。だからカブちゃんが求めてることもわかるけど、うん、まずは当たり前のことをやろうぜ、うん、どちらかというとそっちのことを言っちゃうかな、うん、なるほどね、あの若手に求めてるラインが違うのかもしれない、うん、厳しいんだね俺ね、厳しいのかもね、うん、上本さんにとっては当たり前って何ですか？
プロジェクトにはよるけど、必ず押さえておかないといけない大前提部分だったりとか、あと個人的に思うのが、裏付けのない話だったりとか、データをちゃんと抽出してないとか、うん、説得材料が少ないとか、うん、っていうものを本と出してきて、これで進めますって言われても、いや分かんないしみたいなとか、うん、前提条件として競合だったり市場だったりとかを全部調べた上で、だからこうなんですっていう設計をちゃんとしないといけないはずなのに、カブちゃんの言う最後のフィーディングの部分だけで勝負してくるやつとかが多くて、うん、そこのなんか両輪が必要なはずなのに、片方だけしかない、もしくは両方ないっていう人が結構いると思ってますと、うんうん、まあ、またちょっと抽象度が高い話なんだけど、だからそこはすごい気をつけてるかな。若手のアウトプットを見るときとかは、動画ディレクターのトリアとかは、うん、俺になんでって1日5回ぐらい言われてるような気がするけどそのくらいなんでっていうのをすごい聞くようにしてる、うん、間が怖くてただ繰り返してるだけになっちゃうと、能力が低いっていう風にレベル高い経営者だったりとか上司ほど見抜いちゃうんだよね、うん、それを気をつけた方がいいよっていう、めっちゃ嫌な注意をしましたね年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。